夢十夜夏目漱石第二夜こんな夢を見た和尚の部屋を下がって廊下自体に自分の部屋へ帰ると暗道がぼんやりとっている片膝を座布団の上について刀身をかきたてた時花のような長寿がパタリと朱塗りの台に落ちた 同時に部屋がパッと明るくなった襖の絵は武村の筆である黒い柳を濃く薄く「おちこち」と描いて寒そうな漁夫が傘を傾けて土手の上を通る床には懐中文字の軸がかかっている炊き残した線香が暗い方で未だににおっている 広い寺だから新刊として人気がない黒い天井にさす丸安藤の丸い影が仰向く途端に生きてるように見えた立て膝をしたまま左の手で座布団をめくって右を差し込んでみると思ったところにちゃんとあった。 あれば安心だから布団をもとのごとく直してその上にどっかり座った「お前は侍である侍なら悟れぬはずはなかろう」とおしょうが言ったそういつまでも悟れぬところを持ってみると「お前は侍ではあるまい」と言った人間のクズじゃ と言ったははあお、はあ、ったな。と言って笑った悔しければ悟った証拠を持ってこい。と言ってぷいと向こうを向いたけしからん隣の広間の床に据えてあるおき時計が次の時を打つまでには。 と悟ってみせる悟った上で今夜また入室するそうして和尚の首と悟りと引き換えにしてやる悟らなければ和尚の命が取れないどうしても悟らなければならない自分は侍であるもし悟れなければ自陣する侍が恥ずかしめられて生きているわけにはいかない きれいに死んでしまうこう考えた時自分の手はまた思わず布団の下へ入ったそして取材屋の担当を引きずり出したぐっとつを握って赤い鞘を向こうへ払ったら冷たい歯が一度に暗い部屋で光ったすごいものが手元から スースーと逃げていくように思われるそうしてことごとく切っ先へ集まって殺気を一点に込めている自分はこの鋭い歯が無念にも針の頭のように縮められてくすんごぶの先へ来てやむを得ず尖っているのを見てたちまちぐさりとやりたくなった 体の血が右の手首の方へ流れてきて握っている柄がにちゃにちゃする唇が震えた担当をさやへ収めて右脇へ引きつけておいてそれから前賀を組んだ上州曰く無と。無とは何だ草棒詰め」と歯がみをした。 奥歯を強く噛みしめたので鼻から熱い息が荒く出るこめかみがつって痛いたい目は普通の倍も大きく開けてやった掛物が見える暗道が見える畳が見える和尚の夜間頭がありありと見えるワニ口を開いてあざ笑った声まで聞こえるけしからん坊主だ どうしてもあの夜間を首にしなくてはならん。悟ってやる。無駄、無駄と舌の根で念じた。無駄というのに、やっぱり先行の匂いがした。なんだ先行のくせに。自分はいきなり玄骨を固めて、自分の頭を嫌というほど殴った。そうして、奥歯をギリギリと噛んだ。両脇から汗が出る。背中が棒のようになった。 膝の継ぎ目が急に痛くなった。膝が折れたってどうあるものかと思った。けれども痛い、苦しい、無はなかなか出てこない。出てくると思うとすぐ痛くなる。腹が立つ。無念になる。非常に悔しくなる。涙がほろほろ出る。一思いに身を大岩の上にぶつけて、 骨も肉もめちゃめちゃに砕いてしまいたくなるそれでも我慢してじっと座っていた耐え難いほど切ないものを胸に入れて忍んでいたその切ないものが体中の筋肉を下から持ち上げて毛穴から外へ吹き出よう吹き出ようと焦るけれどもどこも一面に塞がって まるで出口がないような残酷極まる状態であった。そのうちに頭が変になった。安藤も、武村の絵も、畳も、違い棚も、あってないような、なくってあるように見えた。と言って、無はちっとも厳然しない。ただ、いい加減に座っていたようである。 ところへこつぜんとなりざしきのとけいがチーンとなりはじめた。はっとおもった。みぎのてをすぐたんとうにかけた。とけいがふたつめをチーン